いつもご視聴いただきありがとうございます。マクドナルドのデリバリーサービスについてご紹介したいと思います。えマクドナルドのアプリからデリバリーサービスを注文することができます。送、え、料、ー、と言いますか、はい、配達料が300円で、デリバリー料が300円で配達してくださいます。で、えー、他の量もの、 とかは、えー、いろんなもの、マクドナルドの全メニュー近く、えー、デリバリーしてくれさいます。で、えー、その、えー、配達料なんですけども、300円で配達してくれて、デリバリー料が300円に対して、料金は、他のものは、プラスになってない状態です。 で、ビッグマックを今回頼んだんですけども、えー、こんな感じです。ビッグマックです。と、ポテトとナゲットを頼みました。で、えー、近くの店舗から持ってくるみたいで、えー、例えば、神奈川県に住んでいるからといって、神奈川県の店舗が来るといったわけでもないみたいですね。 神奈川で県であっても東京都から来たり大阪府に住んでいてもえ兵庫県から来たりしますうちの場合は兵庫の店舗の方が近いので兵庫県からえ大阪なんですけども持ってきてくれますえこんな感じでえテープも二重にしてくれて、まあ、店舗によってはあのジュースがこぼれないようにしてくださってます 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。